福岡の一番の強みは何か、これです。可愛い子が多いよ、めちゃくちゃ多い。ありがとうございます。福岡はこれまでね、あんまり誰も言われてなかったね、そのこの可愛いという部分ね、可愛いという部分をどういう風にして税収に変えていこうか。で、去年から今年の進歩、それがこれです。可愛いくん、さあここからです。じゃあ皆さんがこれからスタートアップしていきたい、自分で起業したいとか、そういう人に向けて、実はね、福岡っていうのは見て分かる通り政令市の中でも一番スタートアップ率が高いんです。それはね、東京よりリスク少ないと思いますよ。それはさっき見た通りね、あの家賃とか、あのいろんな生活費自体が非常に安いんでね、今でもこういう部分があります。で、この強みをさらにどう生かしていくかってところがポイント。で、今日はそういう本当に自分でトライしてチャレンジして成功した人たちが、この福岡のスタートアップシティの、今日はスタートアップのサポーターに就任をいただくということで、ぜひね、この福岡で皆さんの持ってるスピリッツをぶつけていただきたいし、それをしっかり福岡市としてもサポートできる、そんないろんな価値がここでぶつかって新しいものがどんどん生まれていくような街にしていきたいというふうに思ってます。